マルコ氏は、日本の氏族。マルコ氏は、鎌倉御家人、阿穂七郎左衛門の所流で、花輪法規守る近行きの子、マルコ盾脇信近を外する。担当。鎌倉御家人、阿穂七郎左衛門の所流で、和野軍、花輪村の罪名により花輪氏と称していた。花輪近行きが、南部春政、信直の不死対立の際、 春政に仕えたが春政が死去により六を召し上げられ、天正年間に一族が離散したと伝えられ、一族は信直に反する立場を貫き、花あから、ぬかの部分9個の内丸子村に移転していたものや、あるいはでは、津軽などに落ちたものがあったこと、また後に帰散するものもあったことを伺わせている。その後、この野辺親が信直に召し出され、 ぬかの部群9個の内丸子村に村替えとなり丸子氏を名乗る。参考書家系図38、異勢の28。丸子氏本名安保花は、聖、丹次後平ら生に、カイム有リュの門、蛇目。花は宝器上氏、南部春マッサ、近行き。丸子大東氏信直、信近。の総五郎、帝王屋。旧右衛門、阿保小二郎。 よしちかよしとき。そうえもん。片親みんおや。天正十九年の久の平まさの乱で、久の平氏側に加担して滅亡したためで、捨てを失い自責は不詳である。正美に加担したものとして、南部根元げは、丸子金五郎を、助清式などでは、丸子右馬助光氏を挙げており、中心的役割を果たしたとして旧古城降伏の際、 マサミラもだった首謀者たちとして集められ、栗原軍三波様で処刑された。参考書家系図ではこの家系を、花輪宝吉ちかの家とは、別系の花輪次郎の末裔としてに仕立ており、野戸市側の副長格となった、マルコミギバスケミツ氏は、花輪次郎種親のことされている。花輪次郎、種親。マルコミギバミツ九子に一味。光氏。 マルコ・キンゴロ、タネノリ。ありがとうございます。